これはメチャカルファーストコンパクトエッグショック KC。 これ何がおかしいんでしょうか。生後1ヶ月から39歳頃まで。あ、ゆりかごから墓場まで。いや、36は全然生きてるわ。全年齢対象だよね。こんなに幅広く使える商品、永遠に使えますからね。36歳頃まで使えるんだね。いつ使うんだろうね。寝る時かな。ちょっとわかんないですね。次、これはあれですね、商品ですが、お互いの顔が見えるからママも岡ちゃんも安心。誰やねんお前。夫か。夫が安心してるってこと。岡ちゃんね。このママ誰だよって感じですよ。岡ちゃんじゃなくて赤ちゃんですね。スマホとかで売っただろ。パソコンだとミスりませんよ。はい、これデュエルマスターズのサイトで起きた誤字ですね。2017年デュエルマスターズは大きく変わります。そのテーマとは原点回避。あ、後ろは振り向かねえということですね。原点回帰すんのかなって思ったら原点は回避しちゃうんですね。後ろは振り向かない精神、それいいですね。逆にきっとききっとカットほい。めっちゃリズムいいじゃんこれ。そこに点を打つだけで超言いづらくなりますよね。キットカット、まあなくもないですが、すごい言いづらいですね。はぁ、温素ジュース、グレープフルーツジュース、マンゴージュース、グアバジュース、ベトナムコーヒー、サトキジュース、何これ本当は。これね、インドのお店だかのメニュー表なんですけれども、まあしゃあないね。お、羊390。絶対これ円と間違えてるじゃん。まあ、確かに羊に見えなくもないけどね、この円のマーク。かわいい間違いですね。わかりますよ、でも。はじめまして、コメント失礼いたします。購入を検討しているのですが、お気持ち、靖国神社していただくことは可能でしょうか？なにこれ、納めなきゃいけないの？お気持ちを。あなた買う側なのに、私、なんで気持ちを納めなきゃいけないの？みたいな。これメルカリであったコメントなんですけれども、気持ち安くしてくれませんかって打とうとしたところ、お気持ち靖国神社になってしまいましたね。ちょっと魂を納めないといけないようです。キッチンラは、これ何がおかしいんでしょう。あ、この和がシールっぽいらしいですね。じゃあ剥がすとどうなるのか。うん、どうやったらこれ打てんねん。印刷するときどういう風な文字打ち込んだんでしょうね。いや、これキッチンラックやん。意味がわかんないですね。しかも和でもないっていうね。区ですね。もうわけわかんないですよ。広報部です。インデックス大阪接種については、7月26日以降の予約は、基礎疾患を持ってる人に、高齢者施設等の従事者、丸3、60歳から64歳の方が優先されます。年齢が俺より若い方は予約状況を見ながら広げていく予定です。お前何歳だよ。え、あなたより若かったら受けられないんですね。この人が3歳とかだったらほぼ永遠に受けられませんからね。意味わかんないですよ。ほんと牛や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 。ラカサーロイン、どういうこと。牛やってバカにされてんのかな。こいつ牛なんだけどみたいな。その後のラカサーロインとかもうわけわかんないですね。ちょっとバカにしてる感じして嫌ですよ。これやめてください。お待たせいたしました。失礼します。何々庄司さん、よろしくお願いします。営業どうぞおかけください。お客さん失礼します。お茶いらっしゃいませ。お茶を置く。お、商品が喋んなよこれ。あれかな、普通の緑茶がいきなり接客をし始める、そういうシーンですね。お茶を置くってどういうことでしょうか。自分から置きに行ってますね。転移しました。あ、なんか細胞か何かかな。移転しましたならね、店が移動したのかってわかるんですけれども、転移しましただとなんか細胞が他のところに行ったみたいな、そういう言い方ですよ。あ、もしかしてこれ細胞なのかな。寸胴鍋。あ、これ上半身長いのかな。この鍋ね、寸胴ということで上半身が長いらしいですね。ちょっと食べてみたいですよ。ライオン、手間増しブライト。なんで余計なことするんこれ。これ洗剤だと思いますが、これを使うことによってあなたの手間がさらにかかりますみたいな、ゴミみたいな商品ですね。なんでこんな手間を増すような表記するんでしょうか。本当の名前は手間なしブライトなんで、まあ間違えてもしょうがないですね。これトイレに書いてあった落書きですね。あの時出会っていたから今の私がいる。犬好きだよ、ずっとずっと永遠に。でもこれ本当に犬が好きなんだろうね。大好きじゃないよ、犬が好きなんだよ。出会っていたの、あーもうね、ちょっと気になっちゃいますが、これ大好きって言おうとしたんじゃなくて、本当に犬好きで、犬好きって言っただけですね。何も問題ないです。
南アルプスの天然水。おお、これは自然破壊、燃やしちゃってんね。火いらないからこの感じ。めちゃくちゃ文字綺麗なんですけれども、そこで火を入れてしまう痛恨のミスですね。しかもこれもちゃんと天然水って読むのがすごいですよ。これ牛乳ですね。この製品は石川県内の酪農家から絞られた生乳を 100% 使用しています。あ、労働搾取みたいな。これ牛から取られてないんですね。酪農家から絞ってますよ。もう働け働けっていう感じで 100% むしり取られた、そういうことでしょうか。 FF メルマンチョコ、 FF メルマン、これ XIV って書いてあんだよ。これファイナルファンタジーの14のコラボイベントだと思いますが、ビックリマンのねチョコがメルマンに見えたんですね。これ XIV って書いてあるんで見間違えないでください。プリキュアおしゃべり爆弾これ何、おしゃべりハグタン。あ、惜しい、数センチ違かった。いや、爆弾のダはちげえな、ハグタンですね。この商品名もなんか分かりにくいね。確かに爆弾に見えそうだもん。そんなの売ってるのやめてください。子供の子供の飲みのも忙しかったんだな、クリスマスで。わかるよ、クリスマス時期忙しいから、もう手震えちゃってね、子供のとか言っちゃったから、許してあげましょう。これに関しては、それにしても言いづらいね、子供の飲みのもってむずいですね。本当？新幹線経由で横浜線内の乗車券をお求めのお客様はご迷惑ですが、係員まで申し出ください。嫌なんだね、来てほしくないんだね、わかるよ。お客様は迷惑だっつってんもんね。仕事の邪魔すんじゃねえってことでしょうか。ごめんなさいね、そこは許してください。ニキビ、1日2回。あ、もう倒したくない、それ直さないよ。直したくなくなるね、ニキビはね。ニキビはね、直したくなるんですけれども、ニキビってなるともうペットのように飼いたいね。可愛いですよ。じゃがポックリ、確かにこのじゃがいもは今死んでるかもしんないけど、ポックリは不謹慎ですよ。じゃがいも処理されますが、もうそんなの知ってるんでポックリとか言わないでください。とろけるチーズがとろけろスライスチーズ。なんで呪文かけてんのこれ、まだ商品だよ。商品なのにここでとろけろっていう魔法をかけてとろけさせるんでしょうか。勉強、あ、違うな。勉強頑張ってください。いや、これは間違えてない。多分ね、この人は今、夜の11時に勉強をスタバにしに行ってると思うんで、勉強で合ってますね。店員攻めちゃダメ。わざと書いたんだから。アクリアリアスウォーター。結構安くね、これ。ね、これ、パクリ？アクエリアスウォーターって書いてあるやん。なんかね、パクリ商品かと思ったら、ただの誤字でしたね。超言いづらいですよ。アクリアリアスウォーターとか。すげえわけわかんないです。皆さんもこういう誤字系見たことあったら教えてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。